覚えているよ。ずっと昔、私は海に暮らしていた。気がつくと、卵の数の数えきれない兄弟たちがいた。胸びれの触れ合う距離で、声のない言葉を交わしながら、海流に乗って、潮の満ち引きに逆らわず、青い海の水に、欲しいだけ背骨をたわめて、伸ばして、どこまでも、どこまでも泳いだ。と近づいてきた。水面すれすれまでずっと近づいてくる。空気がやってきたとどっちを見る。送り込まれた方、飛び去っていった方。ある日のことでございます。お釈迦様は極楽の蓮池の淵を一人でぶらぶらお歩きになっていらっしゃいました。それからあのぼんやり光っている恐ろしい春の山も足の下になってしまいました。この分で登っていけば地獄から抜け出すのも存外わけがないかもしれません。神田田は両手を雲の糸に絡みながら、ここへ来てから何年にも出したことのない声で、しめたしめたと笑いました。今まで何ともなかった雲の糸が急に神田田のぶら下がっているところからぷつりと音を立てて折れました。ですから神田田もたまりません。あっという間もなく風を切って駒のようにくるくる回りながら
ゆるゆるの闇の底へ真っ逆さまに落ちてしまいます。鳩にはただ極楽の雲の糸がキラキラと細く光りながら、月も星もない空の中途に短く垂れているばかりでございます。お釈迦様は極楽の淵に立って、この一部始終をじっと見ていらっしゃいましたが、やがて神田が血の池の底へ石のように沈んでしまいます。